ャレコメ、カナメストーン。よろしくお願いしまーす。ゴーゴーマッソン。シャレコメ、カナメストーン。なかなかね、こう自分がね思い描く最悪な結末というのはなかなか来ないですけれども。だから、いやそうだろ、一瞬が、うん、そのあれこいつ、うん、いいこと言うんじゃねえんだ、悪いこと言うんじゃねえかよ、って思わせたら最悪な結末は来ないっていう。なかなかね、あの新しい言い回しでポジティブなことを言ってたんだよな。うんうん、そんなんじゃないよ、チャンネル名。なんだよ、シャレコメカナメストーン。じゃあ、おー、今日はですね、なに、とうとうサコッシュ梱包一つ一つ込めて、なるほど、思いを届け、みんなに、いけ、頼むぞということで、なるほど。なるほど、ね、はい、私たちグッズでですね、うん、前にあの紹介させていただいたんですけど、うん、別の動画で、うん、トートと、うん、サコッシュ、うん、この刺繍のね、うん、やつ作りまして、めちゃくちゃいいね、はい、でネットで買ってくださった方に、うん、今からまた一個一個梱包していって我々が、はいはい、で、発送して、なるほど、思いを込めて、いい、届けみんな、いけどこまでかませ、っていうことでね、やろうかなっていう、ありがとうというね、意味です、全部今のまとめると、そうそうそうじゃあやっていきましょうか、早速。オッケー、ここに例題を西尾が作ってくれて、例題ね、例題を、うん、いいじゃない、そう、これのように入れれば、ドスンと来るね、なんかこれさ、これさ、うん、届いてこう開けた時にこう開けた時にさ、これが見えてさ、うん、喜んでもらいたいな、喜んでもらえたら嬉しいな、あーこれでもな、何ですか、でもな、うん、やだな、ハイリーあ、トートじゃないかな、もしかしたら、何が、ボンティーかな、おう、なんかレイジの、うん、髪の毛だけ刺繍されてなかったみたいな。レイジの頭、うん、なんかレイジが、うん、頭が裸の状態で、そうそうそう、好きなの。のロンティーが合っちゃったっぽくて、うん、この、こっちじゃなくてね、うん、マックじゃなくて。そうそうそう、じゃあ分かんない。まだ全部確認できてないから。そうだね。それ、うん、レイジ頭裸バージョンはレアですってことだから、うん、言っておきたい。だから、もし、あのね、うん、会った場合、うん、俺、街で会った時に、うん、その、髪の毛描いてあげるから。あ、それは、そう。いいね、うん、あの、ね、そう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 、かけるもんね、別にオレンジのペン俺ずっと持ち歩いてるし、いけるいけるいける、あ、いいのか不良品、不良品っていう作戦もあんねん、やっぱその逆手にこう取ってる、そうだな、うん、全てをいい方向に持っていく、そうそうそう、全てをいい方向に持っていく、俺たちの新曲だから、全てをいい方向に持っていくその精神頼みますよっていうこと、で一個一個ね、オーケー、それも確認しつつ梱包していきましょう。シャレかな。どうやって、まずね、やり方がまだ俺うまく把握できてないのよ。全部不定からな、それな。そうそう。いい生地使ってるから。うん、俺ちょっとねサコッシュメインに。ああいいね。うん。こうかな多分。あれ？もうちょい縦長だな。そう、むずいのちょっと、うん。使い勝手いいからね。そう、すごくいいよ。うん。すごくいいから本当にこれ。な。うん。めっちゃ使ってるもんな俺らも。うん。めっちゃ使ってる、うん、あーちょっと分厚いな、むずいよね、いやちょっとむずいね、むずいんだけど、うん、でもこれね、うまくなれる気もすんのよ、俺も俺だってさ、うん、そうやってきたじゃん、そう、成長段階だから、うん、でこの間さ、うん、ちょっとその話にも、うん、なんかうまくなれそうな気がするって変な自信じゃん、うん、それって、うん、でこの間さ、うん、加納さんとさ、うん、あのご飯食べさせてもらってさ、うん、マウスも書いてあげるんだ。第一梱包。あ、いいじゃん、いいじゃん。う、だけひらがななの？で、それでさ、うんうん、すげえ、あ、すげえ大事なことだなっていう、ことをお話しされてて、何何何、あの、狩野さんが、うん。結局さ、うん、いろいろあるけどさ、うん、売れるのってさ、みたいな。うんうん、その、梱
拠のない自信とかも大事だよねみたいなお話されててさ、そう、あーなんかすげえいいなって思っちゃった俺は。それを言ってたよ花さん、うんうんうん、マジですげえ良かったんだよね、うん、あの感じが、うん、でもそれってマジで大事やな、なお笑いじゃないくても、そうね、うん、お笑いじゃなくても別に失敗したら失敗したでしょ、うんうんうん、だからさっき最初に言ったけどさ、うん、自分が思い描く最悪の結末は、うん、なかなかやってこない。そう。で、これ見て。最悪の結末やってきてんだけど、この、こいつにとってないからでしょ。こいつにとって思い描いてないから。った。うん。思い描けば来ないから。それは。あ、最悪の結末を、そう。じゃ一回か想像してみる。うん。ね。そういう。あんまり思い描かない方がいいんじゃないの最悪な結末ってその起用が決まいよ。そうだから、うん、思い描いちゃう時もあるじゃん。あるってさ、うん、これもしかしてじゃあそれに、うんうん、押しつぶされた時に負けるよ。そう、その最悪な結末、うん、なかなか来ないですけれどもっていう気持ちだったら、うんうん、見てなんかビニール先がいるんだけどビニール先じゃもうちょいいいあだ名くれビニール破壊とかさビニール先だからリージュはんだよむずいねなんで俺が今これ歌ったかって、うん、お前が一番最初に明らかに、うん、筋肉マンの歌をモチーフとしたシャルコメカナメストーンを言ってたからな。どう言ってる忘れちゃったけど入れてたよなんかむずいねドゥルドゥルドゥ筋肉ビームドゥルドゥルドゥ勝利に向かってドゥル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 嫌なんだけど俺これこの役そうなの歌いてえよ俺も俺はいけるけど俺だけさドゥル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 言ってさ俺はいけるけどちょっと待ってやった一個できたかな冴えてないね咲いてないビニール先だからマジでレジやだなあだなこの紐むじいな紐がねやっぱこう難所なのね。うん俺の今の気持ち教えてあげていい、うん、うまくいかなくてやだなダメレジそんな感謝ありがとうでしょまあそうなんだけど、うん、ちょっとうまくいかなすぎてるねえこれ何なのマジ落ち着けレイジ感謝ありがとうねえお前だけせこいってサコッシュっていうさどんどん一応にしたら入れられるやつずるいってだからこっちが終わったらそっちに行くからこっちが終わったらそっちに行くから泣いてんじゃねえぞレイジムカつくねえ相方が泣いてたらさ、うん、もっと優しく励ましたらいいじゃんどうやって大丈夫だからっていやそれはそれなんじゃないのそんなのお前はさ、うん、泣いてんじゃねえぞレイジとか言ってさでもさこれって嬉しくない届いたらこれだから第1号書いとこうよそれかああ俺書く貴重なさ貸して、レイジ第1コンポって書いてくる、うんだってあの第一村人とかもさ、うん、言うもんねそううーやーうーやーや違う どんな教えてうーやーやっぱお前だけ見てる見てるわ所さんの番組お前の方が見てるわやっぱそう全然違うはい書いてきました0時代あーいいねこれむずいんだからねこっちのトートバッグの方はでもさ、それゆえにさ、うん、嬉しいと思う痛いよずっと角が当たってるんだよそれねえこれ取ろういねえこっちあちょっと待ってくれうん待ってこの家にいるな何がはマジでこの家にうんハンマー持ち込んでるやつがいるハンマーいやだってさハンマーなんて違うお前の足だった百刀番しないとねお前のその小芝居の方がムカつくかも百刀番しないとあの小芝居の方がムカつくかも、うん、ごめんねやろ痛い思いさせてきたもん俺にまあその分強くないかムカつくなこいつこれむずいな
一歩一歩だよレイジ。うん、そっちに行くから終わったら。あ、じゃあさ、うん、俺いいこと考えた。あ、なになに。このさ、うん、いいね、いいね、さ、俺がいつもつけてるさ、うん、体にかけるスプレー、うん、の匂いをさ、うん、動画で伝えられなかったのよ、この間。あ、夏のあれでって言って。なるほどなるほど。だそれを今ちょっとこうやって、こういういい匂いなんですよっていう。なるほどね。うん、まあわかんない、あの匂いがそのままいくのかわからないけど、たまにね、だからこう手紙とかもさ、うん、こう匂い、あー、ついてたりする、うん、いい匂いさせて、いい匂いしてる。嫌、うん、だったら洗って。でも感謝だから。いや、俺らからしたら、うん、これで入るかな。うまくなったらスピードも上がってくると思うよ。そうだな。うん、ただコツをつかめないよ。うん、何事も。そう、でもさ、唯一コツがつかめないものを教えてあげる。うん、パチンコ。そこは無理だよレイジ。あれなんだあれ、うん、マジでコツつかめないな、あれな。一気に自由だったらさ、パチンコで、うん、勝てやしないよね。うん、意味ない。マジで。どう、上手くなってきてない？上手くなってきてない？お、成長段階じゃん。うん、いや成長したじゃん。でいいし、君の今の現状成長段階じゃん。とかじゃなくて、でこう一応こう潰してな、空気抜かして。エアーをね。ほら、どうどうどう。お、かなりいいよ。の、うん。それ匂いのあれ書いてる？あ、匂いね。うん。匂い入れたけど、匂い付きって書いてる。うん。でね、いや、動画見ないでさ、うん、見た人さ、嫌なお風に思わない？いや、大丈夫大丈夫。匂いありって書いてる。うん。だって多分さ、動画より先にさ、うん、物が届く。ああ。くよね。だからさ、この間なんてさ、うん、ビックリマンシール入れてさ、驚いちゃった人がいたからね。野球のカードとかも入ってたからね。そうそうそう。これ、不具合じゃないでしょうか？そうそうそう。間違えて入れてしまう、優しい人がさ、その、間違えて、いや、入っちゃってますけどもっていう。メールが殺到したんでしょ？いや、殺到はしてねえ。だって、俺、うまいくなってきてる。の、いや、いいよ。の、もう、ビニール先じゃなくなってるよ。いや、マジでビニール先じゃもう言わせない。なんかね、やっぱね、ちょっとね、うん、ちょっとだけよ、うん、本当に。バイトを思い出すの。あー。ちょっとだけよ。確かにな。うん。ただ、バイトよりか全然気分がいいけど。バイトより、こう、感謝があるから。うん。そうなんだよ、ね。何よりも。バイトの時って感謝あった？いや、そうは、差し上げることできなかった、ね。あ、マジで？そうは差し上げる。そうは差し上げることできなかったよね。そう。いや、それ、俺もそうなのよ。そうだよね。そうは差し上げることできなくて。うん、みんなそうなんだよね。いや、バイトってなぁ。うん。いや、でもさ、うん、差し上げてる風は、まあ、予想部分もあったけどね。あったよね。うん。やっぱ、でもこれに関しては、うん、やっぱ、ちょっとやっぱそれはないわ。ね、うん、本当のね、そう本当の、そう。感謝。なんだろうな、全然違うよな。そう。みんな、バイト楽しい、マジで心から楽しいっていう人っていんのかな？いや、いないと思うよ。心からはいない？だからその、社員の人とかはさ、うん、もう生活かけてさ、やってるわけじゃない、うん、いや、そうそう。いや、もちろんもちろん。だから、バイトが、のさ、気分ってこういう気分じゃん、やっぱ。うん、わかる。早く動けよ。時間すぎる。でも、だから、注意されるんだ。な？うん。うん。そこに、そう。気持ちの、差が生まれてるから。そう。な？そう。だから逆に言えば、俺らがお笑いでやっててさ、うん。うん、早くってなってたら、うん。なんだってなるもんな、やっぱな。だからダメなんだよ。ちゃんとバイトでもちゃんとやんなきゃダメなんだよ。だから、それぞれの。それ指南ってこと？レイジからみんなへの指南ってこと？ちょっとさ、指南って言うとさ、またさ、偉そうにとか。試練ってこと？え？試練ってこと？じゃあ俺からの試練。みんなに与える。
やってみってこと。なるほど。いや、むずいと思うよ。むずいよね、マジで。うん。バイトでそういう。いや、だから、でもできてる人ってすごいと思うよ。いるでしょうね。うん、だってそれってさ、うん、何事にも頑張れる。うん。ね、うん。ただ俺らは、なかなかその感謝を差し上げることができなかったっていうのが現状、うん、現状だよね。そう。しょうがないよね。うん。いや、もちろんそんな別にね、嫌な思いはさせたくはないけど。もちろんもちろん。うん。誰に対しても。うん。っていうのは最低限あっての話。そうそうそう。これまあ、とうとうもさ、うん、選択してな、めちゃくちゃ良くなったな。めっちゃいい。ただその新品で使いたいっていう人の気持ちもめちゃくちゃわかる。まあね、パリッとした状態。そう、パリッとした状態を楽しんで、うん、ある程度汚れてきたら洗って楽しもうかなのパターンも俺いいと思うよ。うん。またちょっと違う味が出るからね。ノーのね。うん。こんなに頼んでくれたの？マジで。超ありがてえよ。な。うん。いや、それこそやっぱ感謝だ。いや、マジで。でね、俺ツイッターで見たの。うん。要とうとうのいいところ。のにってつぶやいてくださってる方がいて、うん、は、ライブ会場行った時に、うん、あ、この人仲間なんだって、旗から見ても分かるところ。なるほどな。うん。って言ってくれてる人がいて、うんうん、ツイッターで。うん、あ、俺、それすげえいいなぁ。ここまでこっちも思ってなかったら、うんうん、そういう狙いでと。そう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 。うん、でもさ、言ったらさ、一人でライブ来る方が大半なわけじゃない。うん、で、まあまあ言ったらさ、一人で来たんだけどさ、とうとう見てさ、あー、あの人も仲間なんだと思ってくれたらさ、うん、それはそれで俺らも嬉しいしな。確かに、うん、仲いいに越したことない、うん、だし、こうやって使っ日常的に使ってさ、うん、この刺繍は言ったら俺らなわけじゃない、うん、俺らがこう、なんていうの、日常にいる、その人の日常にいるっていう状態もなかなか嬉しいものよね。あー、まあね、うん、俺らやっぱキャシディとかも使ったりするけど、やっぱそういうことなのかな。そういうことなんだ。ヤギ沢さんからしてみたら、あー、でもそうなのかな、ヤギ沢さんの気持ちも。僕がデザインしたの、うん、やっぱヤギ沢さんはね、服に対する愛がすごいからね。そうな、うん、その愛がやっぱ俺らにも伝わってくるんだよね、うん、服と共にや。いや、マジでそうでしょ。いや、かっこよすぎるよ、その、うん、俺らはお笑いだけど、うん、そういう姿勢を見習ってさ、まあね、うん、やんなきゃいけないよね、うん、むずいよね。そうだ、服だけじゃないよ、うん、そういうキャシディにいつも行って学んでることって、うん、服もちろんかっこいいから嬉しい、まあね、買って嬉しいはもちろん大前提としてあるけど、うんうん、そういう姿勢とかさ、うん、なんか何、そういう好きなものに対する考え方とかさ、うん、学ばせてもらってるよね。そうだな、うん、だし感謝ってことだよ。いや、感謝、すべてすべての感謝。なんか感謝しかしてない。大丈夫かな。つまんな。あいつら感謝しかしてない。いいんだよ。うん。うん。感謝って、それをもう。うん。あ、凌駕してくる。凌駕するから。俺、この空気抜きまで上手くなってくる。俺も。最後のやっぱ空気抜きがね、うん、変わってくるから。そうなのよ。配送料金が。そうそうそう。そこが変わってくる。どう？頭かゆい。ねえ。感謝でしょ。頭かゆがってないで。本当なんだもん。でもほらね、もうね、その一瞬のさ、そのブチギレでさ、うん、相方怒鳴りつけてさ、自分が頭かゆいだけなのに、いいわけないじゃん。ごめんね。ダメだよ。なんでよ。お前そのこれさ、うん、うん、ごめんね、よしこれ言っとけばが見えるのがダメって言って、ないないない、それがダメって言ってんだよ。俺は分かんない。謝ってきて。あ、なるほどな。本当に謝って。本心かどうか。喋りすぎ、お前。俺が喋ってるから、今。感謝もだから本心が伝わるよな、だからな。せこいな。まとめだけ持ってきやがって、こいつ。今日、皮膚科行こう、マジで。ねえ、うん、ねえ、うん、だから今、感謝の時間ですよ。お前の、うん、今日の予定とか、いいのよ。皮膚科行く予定とか。私じゃ、それは。で、行ってどうすんの？いや、見てもらうよ。後頭部、側頭部。でも、どうせ薬投与してもらうだけでしょ。まあ、その、そう。でもね、見させてって一応言ってくんね。医者は。取りたいから。ああ、うん。ああ、金を。そうそう。ああ、ちょっと赤い点ありますね、とか。あんじゃねえかよ、とか言って。心では言うんだけど、そこに。
ねえ、うん、それ聞かなきゃいけない。お前はその皮膚AP、 皮膚 AP あるの俺知らねえ。あるあるとするな。そのエピソードあんのよ俺って。そのエピソードとしないで。それさ、うん、まだあんの続き。まあ、最後その医者はいいじゃん。うんうんうん、うん、あと誰がダメなの。で、うん、処方箋のさ、うん、ここあるでしょ。あるよ薬局、処方箋出してくれるところ、うん、あるよ。で、うん、処方箋出してきてさ、こう薬何々ですみたいなさ、うん、はい、言ってくるときにさ、そいつがさ、はい、医者ぶってくんのよ。え、なんて。こちら、うん、飲んで、うん、めまいとか立ちくらみございませんかとか。いや、それ投与方法わかりますかとか。違う、それは医者ぶってない。それは全然医者じゃねえじゃんって。違う違う、それは医者ぶってないじゃん、何も。お前は感謝して、それこそ感謝しなきゃいけない。そう、相手は心配してやってくれてんだから。でね、うん、俺お前医者じゃねえじゃんって思ってたの。ね、もうお前行く権利ないよ。そう、行かないで。もうそう思ってたのよ。行かないで。でね、俺調べたの、うん、処方箋出してくれる人って、うんうん、調べたらどうやら、うん、そういう免許を持ってる人になって。だから当たり前じゃん。だから言えるんだよ。だから俺は、うん、そう、医者と同じだったの、あの人。じゃあそれ何のエピソード、マジで。ねえ、ねえ、マジで。だから感謝だな。聞かなきゃいけない、そのお前のギフエピ。だからその処方箋ね、これ見て、動画見てる人はさ、うん、何、その同じこと思ってる人いるかもしれない。いないって。ありがとう。しゃぶってんじゃねえよ。お前だけ、お前だけ、マジで。で、うん、その、うん、今そっちの、うん、いるかもしれない、処方箋とかそういうやってらっしゃる方が、うん、いるよから、うん、ムカつかれておしまい、そのエピソード。そう、だから多分あるあるだと思う。その何、まあムカつかれてるだろうなって。先生、ムカついてないんだって誰も。ねえ、ムカついた時なんかないよね、それ言われて。あんの、お前。え、お前。なんか一緒だったんだって思ったでしょ。うん。じゃあお前らマジで、もう、一回チーム解散するかも。こんなメンバーで。違うよ。あのね、医者ぶってるな、ムカつくなはないかもしれないけど、うん、なんで、説明してくんのかな。違う、だってそれは、うん、だって、どう考えたって、うん、少なくとも俺らよりかは詳しいのよ、どう考えたって。あ、でも、うん、俺も詳しいのよ。それ言わせてもらうならね。え、じゃあ言ってみたら、もう僕も詳しいんですよ、うんうん、あなたと同じぐらいそうと思ってたけど、でもあっちは親切心で言ってくれてるわけじゃん。そのもし知らなかった時のために。そう、どころか、うん、やっぱ免許ある人だから。いや、そうでしょ。もう俺らより確実に上なの。いや、そうです。俺は最初からそういう考えよ。うん、そう、だから俺その気持ちはなくなったの。だからこの動画見てる人はそう思って。してたから、うん、いないんだって。さあ、まず何医者ぶってとか思ってる人。いんのかな。だって西尾が今なんかそういう風なリアクション取ってたよ今。そう、だからやっぱこれあるだと思うよ、やっぱり。そうなの、うん、俺一回も思ったことない。なんだったら、だってなんだったら、うん、いや、ありがとうございます。その、うん、俺詳しくないから。ああ、そうだね、うん、いや、知っといた方がいいのか、こういうことは。あ、だから、詳しい人だけじゃないから、世の中に、うんうん、で、詳しくない人用に教えてくれてるわけじゃん。はいはい、はい、だって相手は分かんないわけだから、スキルが。 うん、じゃあもう、書いてったら、なんかその分かるように、うん、スキルありみたいな。いや、そういう札が貼ったら、俺もうすぐやるよ。全部にこう。じゃあなんで、軍の勲章みたいにいっぱいつけた。やるよ、俺もう。星何個もつけてみたいな。あればね。じゃあ自分でやったらいいじゃん。でももう俺感謝に切り替わってるから、もう、うん、知らない。それ知ってからは。俺は最初からそうだよ。うん。俺は、やっぱその処方箋の人にも好かれたいから。で、大変だと思うし、あれ免許取んのとかも。いや、めっちゃ大変よなあ、うん、でもさ、うん、血明士の人とかがそうだって。あ、そうなの。血明士ってさ、そういう漢方とかの名前って言わないっけ。あ、そうなんだ。いや、なんかそう、ちょっとごめんなさい、間違えてたらあれなんだけど。へぇ、そうそう、でもそういうその可能性あり。そう、薬科大学みたいなとこ出てるはずだよ。うん、多分それすごいよ。いや、すごい。でもさ、そっから音楽も見て。いや、そうそう、もうだって言ったらお給料はもらえるわけじゃん、すごい。まあね、ああいうね。いや、そうだよ。頭がいい人がなれるやつなわけだから、うん、じゃなくて音楽に行って、うん、音楽でもっと稼いでらっしゃるっていう、うん、確かにすごさはあるよね。あー、避けた、久しぶりに。
実力発揮してきたの。うん、本領発揮。喋りながらやっちゃったから。うん、この、ね、紐がむずいのよね。紐だな。うん。紐がむずいの。紐さっきこうやってやったらやりやすい。教えて教えて。さっきにこう入れて。あ、中に入れるってこと？なるほど。あいつ隠してた、うん、今まで。あの、そのやり方。開けた、レイジ。開けすぎてる。これ、これ、これ、スピード超上がるよ。これ、見てだって。うわ、ちょっと、ま、お前、隠した。あざ笑ってたんじゃない？あれな。いや、いつ。すごい、ミロですね。あ、すごい関西。すごい関西。え、西尾、鳥貴族のこと略してなんて言うんだっけ？トリキーです。違うよね。違うな。トリキーだよね。うん。トリキーとか言ってさ。うん、トリキー。うん。トリキーって思って。うん、トリキーですね。うん。トリキーですね。でも、それで、ね、なんか論破してきたの、さっき。なんて。あの、いやいや、トリキーな。うん。いや、俺ってたら、ね、いやいや、トリキーですよってなって、うんうん、いやいやいやってなって、うんうん、だって、ってその西尾が、うん、その、トリキって関西発祥なんですよ。え？関ジャニのさ、うん、方のお父さんの会社だから、はいはい、関西のなんですよって言われて、うん、じゃあそうなってくると本場がトリキなのかってちょっと論破される。確かにな。うん、そう言われると確かになってなっちゃうじゃん。うん、だいつうめんで口。やっぱ商人だからさ。俺違うように見てたんだけど、あの、俺そのさ、うん、編集とかそういうデザインとか、うん、そういうパソコン系かと思ってたの。え、違うの？え、商人。商人。え、ま、え、アキンド。何をアキンドってこと。喋り方だってそうでしょ。確かに。喋、うん、り方だけ見たら商人かもしんない。うんうん、取引ですね。もう伸びしろですね。ですけど。やべ、ちょい酒した。え、でもあの方法でやっても。いやいや、じゃあおかしいよな。それは。何かがおかしい。楽だな、お前のサコッシュ。いや、サコッシュまで感謝を込めてるからさ。いやいや、感謝を込めてるよ、俺だって。同じことだから。レイジ、差はないんですよ。いやだな。聖母。タンボマゴリアとか、ああ、そう、タンが出る時の、うん、タンが出てる時に、うん、みんなもタン出てるんだけど、うん、そのタンボマゴリアが他の人のタンをかき消すための神聖母マリアならぬ、うん、そうタンボマゴリア。やめてないそれ。さすがに絵描かれてるやつない、なんか本当だ。あ、レアじゃないこれ。レアだね。うん、あ、ママ描かれ、ちょっと花見マコリアちょっとやってくるわ。うん、鼻水噛むだけでしょ。さっき飯食ったじゃん。うん。今の俺の現状教えてあげる。うん。腹減ってる。レイジあるあるだな。レイジあるあるだよな。うん。飯無限に食える。お父さんレイジ。え、うん、レイジあるあるの一発目がそれ？レイジあるもっとあるじゃん、うん、どうしたんだよ。いや、みんなにエナジーを注入できるとかさ、うん、あ、もちろんあるよ、それは。いやいやいや、うん、それを言っちゃ一発目に何無限に飯が食えるって。でもそうじゃん、俺マジでそうな。酒飲んだ時、俺昨日、うん、いや、一緒に帰ってきたじゃん、うん、ダイヤモンドと、うん、黒帯の大西とちょっと飲んでさ、そうだね、それこそ取り木で、うん、で、うん、帰ってきてさ、うん、板橋ついてさ、うん、俺、うん、ね、ちょっとコンビニ寄っていいって言ったじゃん、うんうん、あれ何買ったか分かる？え、何買ったの？俺グミ買ったの。グミ食いたすぎて、うん、もう寝るっつうのに。そうで、うん、山口に見られたら絶対何か言われると思ってポケットに、うん、忍ばしたんだ。忍ばして出てきたコンビニから。そう、レイジって寝る前にグミ食うの。
でも飯じゃないんだよっていう。いやだから、うん、いいじゃんまだって言いたい、うん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 、ね、飯じゃないんだから、うん、風呂上がりでもカップラーメン食ってた今までだったら、あー、まあ、ね、締めでそのグミに変えたの。グミに抑えてんだ。抑えたの。グミってデブる。いや、デブる。デブんの？マジ？やっべ、食えねえじゃん、じゃあ。痩せグミないのかな？痩せグミ。あ、痩せグミ欲しい。あ、 あ。ちょっと、あ、いいなったら教えてください、痩せグミ。ね、これ痩せますよ、確かに、確かに。でもグミが好きだね、エイジって。俺、超好き。あれ、なんであんなうまいの？あ、食感とかが俺好きなのかな？何が好きなんだろう？だからで硬いのが好きだからそうなの。そう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 。なんかさ、俺多分歯ぎしりとかしちゃう人なのよ。ああ。だからさ、ああいう硬いの噛むとなんかもしかしたらストレスが抜けていくのっていう効果もあるのかな。え、まださ、うん。マウスピース。マウスピースしてんの。うん。歯が削れちゃうからね。寝てる間に歯ぎしり。歯なくなりますよって言ったんでしょ。そう、このままだと歯がなくなりますって。歯ぎしりしすぎて。なマウスピースつけてる。ね、俺上手くなってきたよ、マジで。ほんとだ。ね、成長段階。じゃ、だからやめて。成長してきてんじゃんでいいじゃん。俺の現状さ、成長段階とか言ってきてないよ。うん、取って取って、それ。なんか虫ついてたから。シミかと思った、銀の。紙の魚と書いてシミっていう虫ね。うん。うちにはいるから。じゃあ、あれさ、ラジオで喋ってたじゃん。うん。で、俺らが検索してみてとか安易に言ってさ、うん、みんな検索してさ、うわぁ、見るんじゃなかったってなってる人続出してたんだけど。え、そうなの？え、でもさ、俺らからしたら、え、そうなのって。え、あれってダメなんだ。いや、ダメというか、うん、ダメっていう表現ではないけど、うん、嫌な人もいるんだっていうことを知らなきゃいけないよね、俺らは。俺らのさ、うん、こう見てくれてるんだったらさ、うん、ちょっとそれも一緒に許してあげてよっていう。あの、この家の仲間。そう。そう、うん、うんうんうん。出せるかな、ポンってこう。出すな、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 シミの写真なんか。それ出した途端、うん、マジの解散、が待ってんじゃん。は、どういうこと？チーム。チーム解散？チーム解散。一旦、あの、メンバー集め直すと。その、編集。オーディション開く。オーディション開く。シミとか載せないメンバーを、判断できるメンバー。いや、みんな判断できると思う。でき、ね、まあ、乗せない、乗せないって信じてるけどね。腹減ってきたな。何食う、夜飯。うわ、夜めな。うん。今日夜はライブないじゃない。うん。ちょっとこの後ちょっとあるけど、うん、夜はライブないじゃない。うん。ネタ見せが。うん、あるけど、うん、だから夜は自由に食える。確かにな。うん。うわ、何食うかね。何食うかよ。楽しみな。ね。結局そういうのがさ、うん、大事じゃない？そう。なんか日々生活する中でさ、そうだね、何食うかなみたいな。うん、じゃあ例えばさ、会社出勤しました。うん、でお昼何食うかなって考えちゃったっていいじゃん。まあね。それがモチベとなるわけ。うんうん、お昼、このお昼のためにちょっと午前頑張っかみたいな。そうだな。うん、独身の人やったらそうだ。なあ、あ、そっか、お弁当。っていうパワーの源もあんのか。それもあんのよ。うわー、あるね。何弁か。うわー、それはすごいパワーだよ。それはすごいパワーでしょ。だってさ、うん、言ったら、うん、まあ、お子さんがいればさ、うん、その、家族の顔がちらつくわけじゃん。あー。で、頑張っぺがってなるわけじゃん。茨城の人はね。茨城の人はね。俺さ、うん、畑中のさ、うん、あいつの、あの、タバコのさ、うん、あの、チャンスの時間の動画、うん、YouTube に上がってるじゃん。うん、アベマでね。あれな、泣けるな、あれな。あれすごかったな。あいつすげえな、あいつな、マジで。やっぱあいつ、うん、そういう能力あんだろうな。あんだろうな。あれさ、ああいうのリージ大好きじゃん。大好きなのよ、家族も。あの、トンビ系。あの、お父さんが息子にみたいな。うんうん、あの、トンビ系じゃん、あれ言ったら。うんうん、もう大好きなんだよ、あれ。息子が上京してうっせえな親父みたいな。みたいなね、うん。なっちゃうんだけども、親父はずっと息子好きなのよ。うん、好きというかね、もう好きっていうレベルじゃない、うんうん、親父が息子を思う気持ちって。そういうの、何の愛って言うんだっけ、なんかそういう愛のこと。なんかそう好きとかじゃない。無償の。無償の愛。無償の。そう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 。うんうん、無償の愛。ね、うん、まさに、うん、無償の愛じゃん。親が子供になんて。うんうん、
すごいね、無償の愛ってね。無償の愛、見返りを求めないってことでしょ。そうだな、うん、いや、すごい無償の愛だもんな、うん、それだから自分の子供ができたら、うん、あなたできる、俺はできるの確実に。俺はもう、俺はもう考えるあれもないのよ。暇もない、考える暇もないのよ。それぐらい当たり前なの、うんうん、で、山口さんがそれできんのかってこと。うわ、今はでも俺の予想言っていい、うん、今はできない、何も考えない、全く考えられない、じゃん、うん、できたら変わんのよ、できたら変わんのよ、これ絶対。人間っていうのは絶対にやっぱ本能なのかな、それは。いや、本能だと思う、絶対に変わる。なんなら俺より超可愛がる可能性あるんじゃない、子供のこと。いやいや、言うな、それはないな、言うじゃん、うん、変わんな、それはない、じゃ変わんな、お前今自分で振っちゃってる状態だよ、今自分で振っちゃってる状態。レイジの子供まで可愛がるかな。俺もう笑っちゃうけどね、ほら見ろと、カブトムシだ、あれ一緒に撮りに行くぞ、あの夜によ塗っとくんだよ、バナナ押しつぶしてそこに砂糖やったやつよって。じゃあ俺は、うんうん、俺はそれこう動画で撮っとくから、うん、でみんなに見せる、うん、なって。はしゃいでんぜ。でもな、どうなんだろうな、うん、その息子同士で仲良くなったりすんのかね。あ、息子同士ならいいけど、息子と娘だったりとか、うん、年齢が違うとか。その可能性もあるし、うん、まあ、年齢は違うだろうし、年齢は違うか。でも同級生だったら面白いよね。いやー、そうね。そしたらさ、同じ学校に入れさせようぜ。なんかいいのかな、その芸人、うん、さ、人でもさ、うん、コンビ間の子供がどうするって、うん、おー、それ気になるな、ね、それめちゃくちゃ気になるな、ね、うん、いいのかね。いたら面白いよね、うん、まあでもいないことはないよな、多分な。確かに、うん、これだけ芸人さんいるんだから、うん、私立公立。うわ、でもさ、うん、あの俺らが公立で育ってるじゃん、うん、公立でいいんじゃねとか思っちゃう、まあね、でもそれって、うん、じゃあ例えば、うん、もう仮の話だけど、俺らがめちゃくちゃ有名に なれたとか、まあまあね、なれたら、うん、効率っていうわけにもいかなくなるのか。確かに、でもそれ、うん、なんか狩野さんもさね、そういう話飲んだ時によくそういう話してた。ああ、そうなの。だから今俺もそれよぎったりする。狩野さんなんつって、狩野さんは、うん、まだ決めてないなって感じだ。まあまあ、まだお子さんもいるわけでもないし、うん、でも考えはするよって言ってた、うんうん、決めてないけど考えたりはするよねっていう、うんうん、それを言われるとさ、ああ、そうか、考えるのかっていう、うんうん、でしかも俺らは茨城で育ったけどさ、そうだね、息子娘たちは東京で育つわけだ、うん、そこよな。そうだね、うん、そうだ、他のさ、うん、これ俺らあるあるだと思うんだけど、他の芸人、俺ら同期とかさ、うん、にさ、うん、あの狩野さん酔った時可愛くてさ、言うとさ、うんうん、え、あのエモソン狩野ちゃん可愛いんすかみたいなさ、なってさ、いや違う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 、うん、加納栄光さん、加納栄光、ああそうか、そうっすよねっていう一個あんのよ、うん、あるよね、俺らあるあるというか、でキモいじゃん。俺らがさ、A マッソの加納ちゃんのこと酔ったら可愛くてさとかさ、周りの芸人に言い出してたら、そうそうそう、うん、A マッソファンにもキモがられるし、多分なんであいつら気持ち悪いぐらい、加納栄光さんを可愛いよね。そうそう。いや、可愛いって、まあまあ、ちょっと生意気、生意気だけど、俺ら、うんうんうん。普通に公園とかでも飲んだりするし。いや、そうなのよ。あれで、あの身分でいて。そう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 。ねえ。うん。それがすごいよね。レジ、あのスプレー貸してとかさ。あの、蚊に刺されないスプレーね。うんうん、いや、そんで、刺されてんじゃねえかよ。すいませんとか言って。蚊取り線香買ってくるか。いやいや、いいですよ。そんな、ていうかさ、超長くいようとしてくれるもんね、その、うん、その俺らとのさ、そう、外で飲むみたいな。そんな可愛いじゃん。可愛いよね。蚊取り線香買って外飲みしてる人いないです。ちなみに俺サコシやってみたんだけど、こんなもん、
あ、いいじゃんいいじゃん。どうしてどうでもいいじゃん。ムカつくなお前のギャグ出たな久しぶりに、うんうん、誰のことも幸せにしないギャグ、うん、お前の誰のことも幸せにするギャグしてないよ。まず俺のことは最低でもねえ。あ、いいじゃんいいじゃん、どうでもいいじゃんあ、もうだってデカ堂とかなくなってんだ。俺はね、俺の方はね、うんうん、衣装があっちでやってるけど無限にあんな無限にあんのあっちに紐どうしてる。紐を、うん、裏にこう全部まとめてるだけ。あのうん、じゃあいいよ、一回トートやろう。西尾ちょっとトート俺にも。トートの方が慣れてる。うん、俺トートの方が慣れてる、うん、こんな、これだけ、こんなもん、あとそれだけ、ありがとう。はい、ああそれもね、そういうのもあってさ、うんうん、そういうのもあって、ありながら、ありながらね。あー、お腹空いてきたないやだからがっつり系だろ夜は。ジロー？ジロー系でいいんじゃない？ジロー系。南瀬あなんか。うん。あそこだったらあの。うん。ジロー本店見た。もあるし。うん。あそこ俺らさよく行ってるさ。うん。麻布ラーメン。うわーうまい。な。うまい。な。うまい。な。はあいいね。麻布ラーもいいね。な。みんなも行ったことあるかな麻布ラーメン。うまいんだな。あのね、卓上に、もう、ネギが置いちゃって。そう。輪切りのネギがもう。ネギ入れ放題なんだよね。うん、いいんだよ。あれいい。素晴らしいよね。うん。まあ、でも、ジロー見た本店もあるのか。ある。うまいよね。うん。ただ、酒を飲みたいんだとしたら、麻布ラーだ、うん。まあね。うん。確かに。麻布ラーメンうまいぞ。うまいね。うん。あれってチェーンだよね、多分。そうだよね。だって麻布にもあるもん。麻布にもあったもんね、ちゃんとね。カメさんと言ってんの。そうそうそう。腹減ってきたな。飯のこと思ったら。飯のこと考えたら。減ってない。減ってくる。減ってないんじゃん。後にってことでしょ。そう。聞いてないよね、今そんなの。お前のこの後の腹の減り。今聞いてる。なるほど。でもネタ見せ後は超減ってると思うよ。いや、そりゃそうだ。うん。ブルー用の、ああ、そうね。ブルーのための。そうね。あの、事務所ライブ。そうそうそう。楽しいんだよ。うん。新ネタ、笑ってくれる瞬間が。そうだな。うん。みんな、多分さ、うん、芸人の上位に入るよね。新ネタを笑ってもらった瞬間、あの気持ち。いやーもうめちゃくちゃ上位。ね、芸人やってて気持ちいいランキング、うん。で、多分結構、どの芸人も上位に入ってくるんじゃないか。入る。新ネタ受け、うん、笑ってもらった時が、うん、トップ3には入ってくるんだよね。入るな。なんか羽ばたかしてく、来た、羽ばたかしてくれてありがとう。ありがとう。この新しい僕たちが産んだ、この、そう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 。新ネタという子供をね。そう。え、じゃあ、結構上位に入る嬉しいやつ。ランキング？うん。うん、M1 の、埋めていく？ M1 の、ツイッターに合格者で名前のっけたとき、エゴさしてポッて出てきたとき。嬉しいねー。あれ上位じゃない？かなりの上位。俺はだからそれ見てないから。うん、そうだよね。俺が見てるからね。ページで知るの、うん、俺は。そうだよね。なんなら去年は、うん、まあ去年っていうか、まあ毎回そうなんだけど、うん、レイジが、うん、例えば俺ら二人でこうパチンコ打ちに行ってその日、うん、で待てないからね、そう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 、家ではでもうドキドキしちゃって、でレイジが俺の肩をトントン踏んだ時の顔、うん、ヒヤーで受かったかわかんない、うん、で、うん、で受かってて、うん、その後のパチンコ、うん、別に勝とうが負けようがどうでもない、そう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 、イーホーラグさんいくらでも金貸せよって言ってくる、これヒヤー俺はね、もう言わないと思うからそんな、だってありがとうとかじゃなくて、ジョーなわけじゃんお前は。いや俺ありがとうだよ。ね、オリゴ糖。ジョイマンさんだもんね今の。で、あの去年は、うん、3回戦から準々決勝に行くときに、うん、なんですか？朝だったの。うんうん、ああ、ね、あの、うん、発表がね、そうそうそう、うんうんうん、でレイジが2階にいて、うん、で、うん、これ金輪際でも喋ったけど、はいはい、金輪際の、うん、エンディングでも、はいはいはい、あの伊藤が、うん、モザルドの、うん、レイジに電話をかけてきた朝っぱら、うん、そうそうそう、朝一で朝5時、そうね、そうそうで、うん、
伊藤がなんか0時に、うん、大丈夫ですか違う違う、うんうん、あの、俺まだ結果見てない状態、見てない状態で、うん、伊藤から電話が、うん、なんだと思って、うん、もう俺午前に結果が出るのか知らないからさ、ね、なんだよと思って、うん、伊藤電話出たら、うん、第一声、うん、大丈夫ですからって言っていやいや、なんか落ちてるっぽいなそれで、うん、あの、俺はその会話で、うん、ちょっとこう、んってなってあちょっと起きたので、うん、泣いてたからレイジが2階でああ落ちたんだと思ってあその声に当たってダメだった蓋が出て死ぬとかじゃなくて泣き声でそうで俺は朝っぱらで、うん、どうしよう山内さん寝てるしと思ったけど、うんうんうん、もう一人では抱えきれないで降りてそうだね、うん、降りてったまあまあそんなこともありつつ、うん、今年はなっていう、そう、うん、それはないよ、うんうんうん、させないよっていう、させないぞっていう、うん、ね、一個あるよ、一個あるよね、うん、まあでも本当に、ウルシーランキングとかさ、あとどう、あと何がある、もしだからその朝、うん、もし今年発表だとしたら、うん、朝なのかなまた分かんないけど、うん降りてくる足音で俺は分かるかもね、うん、だからレイジがこうタンタタンタタンタそうそうそう階段をそれで俺はだ嬉しいがもう、うん、もう階段で、うん、ティーューって言いながら降りていく可能性あるよそうもう分かるそうなんだね受かったなうんこれはトントンあーやべえ落ちたんだ山口さんなんてティーューっていう振りもあるよあるあるよ、うん、嘘の足音させて、うんのある可能性企業の可能性があるから企業の可能性そのドラゴンクエスト企業の可能性ああ知ってないじゃあドラクエやったことないからってさ急にさその興味なくすのやめて俺ね、うん、ドラクエマジやった時なかったの、うん、でもレイジから唯一貸したじゃんそうこれ面白いからやってみろいや面白いもんだって、うん、中学校の時に、うん、石板のやつを石板のドラクエね借りてさ、うん、あれなんだっけセブンかななんか、うん、ディスクが2枚になってるやつそうそう2枚入りのやつだから、うんうん、もうその時点で嬉しいのよ俺からしたらえディスク2枚ってことは一生できんじゃん長いじゃんうんうん、ね、なるほどな、うん、それ借りてさ、うん、で俺それもう1枚目で断念しちゃったのだって得意じゃないからね無理だごめんなレイジ、うん、無理だった、うん、あんな面白いのにそうだよで、それで、うん、ネット見てみたの、うん、大人になって、うん、ドラクエランキングみたいなおうおうおうそしたら結構下の方にいてるでもでも、うん、本当に、うん、上だよあれでも それを面白いと思える、うん、ってことは感性が、うん、やっぱすごいんだなっていういやそれ俺何バカにされるいや俺マガニされたね今もしかして面白いと思えるっていういやってことはっていうか面白いもんそう上位にいるやつはどうなっちゃうんだっていうこと、うん、いや結局、うん、ドラクエ内でのランキングでしょそのドラクエがまあしかも違う人がつけいろんな人いやそうでしょ全員なわけじゃないそうだからそう人の感覚より自分の感覚なるほど、うん、もちろんあ出てたんじゃない名言うん人の感覚より自分の感覚感覚よなんだっけ ?TO の。かぶせ。TO!TO! ああ、俺がもう言い終わる前にこう。そう。知らないけど。知らない。腹減ってきたわ。いやー、食うよ。マジでがっつり飯だな。な。何がっつり俺もね、食うとならば食えんのめっちゃ。超食うよね。うん。なんだったらさ、うん、山口さん、さ、まあ、狩野さんもそうなんだけどさ。うん酒の締め超食わない食う。カップラーメンとおにぎり行くじゃん。俺食うよ。俺すげえなと思う俺。逆に食えないのレジの。俺食えない、締めはね。酒飲んでる時に食っちゃうのよ俺。結構。俺酒飲んでる時超食える。締めみたいな感じで食っちゃうのかもう。そのね、味合わせてあげたい。あの締めの。あの解放感うん。でも俺、うん、飲んでる時に我慢するだなんてできないのよ。ああ、まあね。でもさ、いるじゃん。結構いるじゃん、うん、半々ぐらいだと思うんだけど、うん、飲んでる時は食わないっていう人と飲むとめっちゃ食いたくなるっていう確かに確かに俺は飲むとめっちゃ食いたくなる、うん、俺別に飲んで食えるし、うん、
シミも食えんの俺。飲んでる時に食えるし。最強？そう。で何がムカつくってさ、うん、そんな太んねえじゃん。ああま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 あ。で締めるとこ締めてるから。筋トレはしてるからねちょびっと。買ったもんねマット。うん。そうそうそ う, そう。でしかも筋トレまあウォーキングもそうだけど、うん、筋トレってやっぱ脳にもいいから。うん、あそうだよね。うん。脳もスッキリするから。そういう意味ではお笑いにもやっぱりね、うんうんうん、いいと思う。なるほど。うん。マイナスではない。いやプラスだよ。マイナスではないとか言ってくる。でさ、ラーメンってさ、うん、俺マジでこれどっかでもまた言ってると思うんだけどさ、うん、俺どうしたって塩が好きでさ、レイジ塩だな。いや、あの時期があんのよ。今のこの時期は味噌が好きとか、うん、味噌バターコーンも好きだもん。いや大好きなんだけど、うん、塩の期間が今長いな。あー確かに塩が好きっていう期間が今異様に長いな、うん、なんでも塩だもんね。そうだからさ、二郎系とかでもさ、まあ二郎にはないけど、うん、塩とかさ、醤油とか味噌選べるところある、うんうんうん、塩タイプ。そう、俺やっぱ塩タイプ。あのラーメン大家系とかでもなんかさ、うん、塩家系みたいなあるあるある。俺大好き大好き大好き。でさ、うん、あの家系でさ、うん、濁ってるタイプとさ、あ茶色いタイプ。だからあれ乳化してるかどうかなのかな。醤油タイプとさ、うん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 、豚骨がベースになってくる強いタイプ、うん、俺豚骨強いが好きなのね。うん、それもあるもんね。うん、山ちゃん俺もそっち豚骨強いタイプ、うんうん、ね。で脇田さんはさ、脇田さんはもろ醤油が濃い方が好きなんだよ ね。脇田さんなんかすごいじゃんね。あの人大食いだよ。大食いだよね。うん、なんかペロッといくよね。そうで、しかもさ、うん、この間なんてさ、うん、店そのラーメン屋さん、うん、あ行く回数減ってねえか。全然減ってねえよ。まあまあでもちょっと減ったのかもね。ちょっとだけ減ったよね。うん、ラーメン、うん、でもあれこの辺さ、うん、あれ何で喋ったんだっけ。ラジオだっけ、うん、あれ喋プライベート2人で言う時だっけ、ね、なんかラーメン、うん、じゃあ売れたとして、うん、ああなんかその話になるのかと。それ多分プライベートで。あプライベートじゃなかったっけ。ラーメン、あの売れた、めっちゃ売れたとして、うん、ラーメンとか、うん、食わなくなる絵が想像できないみたいな。はいはいはい。いいもんばっか食べる、まあいいもんって、まあ人によるんだけど、うん、だから高いもの、うん、ばっかを食べるっていう生活がちょっと想像できないというか、うん、ラーメンとかを食いたいよね。そう、絶対食うと思う。うまいもんはうまい、うん、っていうかさ、絶対食う。でもさ、あの大人になるまでラーメン食ってなかったんでしょ。そう、俺はね、マジで食ってなくて。え、それって家の方針？いや、なんか体に悪いもんだなっていう、うん、で勝手に思ってたんだ。思ってたのよ。そう、だから、うん、だから炭酸みたいなもん。あー、はい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 。そうそうそう、うん、で、食ってなくて、ね、大学時代とかも、うん、え、それでもさ、うん、周りの友達は食いに行ってるんじゃないの、ラーメン。行ってんじゃない。でも別に、うん、誘ってくるとかもなかったけど。友達いねえだけじゃん。ねえ、そんな悲しい話になるのこれ。ちょ、いい、泣かなくて。今俺がいるじゃん。はぁーちょちょ、そんな話をしたいんじゃなくて、俺、別に、したくないじゃん。そう、で、うん、東京に来て、うん、レイジにラーメン連れてってもらった時に、うーん、まーってなって。え、うん、俺にラーメン連れてってもらったの、うん、ラーメン行こうぜって。うまえ、何ラーメン食った？家系？ね、うん、最初、一番最初。池袋の。おう、何何何？花だ。うまっ、うまっ。俺、一発目であの、うま花だ連れてったんだ。確かそう。あの、味噌なんだけど、うん、ニンニク入れられるタイプのお店。そう、確かあれでもずっとやってるはずだよな。うん、あ、いや、花ちゃんずっとやってる。東京来て、そうだよね。うん、やってるやってるやってる。確か俺そうだったと思うんだよな。花田行きたくなっちった。花田行こうぜ、今度。今度ね。うん。池袋行かないもんな、もう最近。あんま行かなくなったな、うん。違うんだよ。俺らがなんで池袋ずっと行ってたかって、うん、パチンコやりに行ってたの、ずっと。はーい。だけど、なんだけど。0.5 パチとかね。0.5 パチとか。うん、なんだけど、
村民村人から情報が入って、うん、いやパチンコやるなら池袋じゃなくて大山行った方がいいですよって情報入った、情報が入ってから大山に行くようになったから、うんうん、池袋あんま行かなくなっちゃったのよね。なるほどな。うんうん。で大山、大山で多分ラーメンあんのかな、うまいラーメン。あんの？聖夜があるよね、駅前に。ある。聖夜うまいじゃん。聖夜うまいじゃん。うん。うまいんだよね。え、ウインナーあるよ。あ、マジで？ただここで食って、うん、でもさ、うん、ちょっと埋めといた方がいいんじゃない？うめぇ。食う？一個。うまっ。さあラストスパートだな。最後の晩餐、もう今日隕石が落ちてきます。うんうん。何食う？難しいね。むずいね。ステーキ。え、マジ？ニンニク？もう食う。ステーキも食う。ちょちょちょ、せこいじゃん。こういうのってさ、だいたい一品なの。一品っていうか。キムチ鍋かもしんない。うまいじゃん。え、お前、そんな、いや、うまいよ。うん。そんな好きだったの、キムチ鍋。油揚げ。うまい。はい。豚肉は？もちろん。豚肉、油揚げ、ウインナー、白菜、白菜、ネギ、ニラ。キムチ鍋食おう。食いてー。全部食えんだよ、だって。でもさ、二郎系とか食いたくなったらどうすんの？それも食う。いいでしょ、だって。じゃあ、じゃあさ、うん。最後の晩餐じゃないじゃん、なんか。昼はそれ食わしてた。昼は二郎系食わしてた。あ、一日あるとして？そう。で、腹いっぱいで寝て、じゃ年内は死ぬっつうのにな。一番気持ちいい、でも腹いっぱいで寝るのが一番やっぱ気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。どうせ死ぬんだしってさ。ああ、そう、どうせ食うんでしょ隕石。なるほど。うん、寝れる隕石食うっつうのに。寝てみたいな一回でも、その状況下で。うん、あ、そう、一回ね。うん、ないんだけどさ、そんなことって。分かってるよ、つまんねえな話。ないんだけどさーとかはいいんで、どうでも。これさ、これ入れるのと、やってみる、レジ。だからそういうパターンも作ってみ。これいけっしょ、だってこれ。俺はもうこれで見出して、俺はこれ見出し、見出しちゃってるからさ。見出しあんの？うん。どうでもいいじゃん。ムカつくな。一回騙されるのがムカつくのか。褒められてるって。なるほど、なるほどな。そこかもな。うまくいきやしね。え、いい折りしたのに。うん。いい折りだよね。やべえ、集中力の欠落が見えるかもしれない。え、テーマ？うん。今の。そう。あの、多分、うん、俺らがこう監視されてたら、うん、いわ、多分モニターで。モニターで、モニターで。そう。あー、相当今集中力の欠落が見えますね。博士からね。あー、そうか、人間っていうのは大体1時間なのか。っていう風な。そうそうそう。でもこれ、監視ありがとうって言ったからさ。そうそう、だから、うん、諦めるわけにはいかない。そう。どうしたの？何、どうした？何今の？何今の？なんださっきの？何、何？何、どうしたの？変質者いた、さっき。変質者。変質者いたのかな？え、この家に？うん。それまずい、お前、俺撃退してくれよ、それよ。おめえの、おめえのあくびだよ。ムカつくな。おめえのあくびだよ。ねえ、なんでそんな言い方しかできない？なんで？なんでじゃなくて、うん、おやめろ、おめえのあくびだよって書くな。あくびのとか言ってた。あ、いいね、いいね。おめえのあくびだよ。じゃだから、うん、これが最初に届いちゃうんだよ、動画の前に。
何がおめえなあかんじゃないんだよ。で怒られて、え、な、私があくびしたのなんで分かったのってなるんじゃないの。そうかな。なあ、つまんねえな。お前の返し。楽だな、欠楽。集中力の方も。ドラゴンクエスト、集中力の欠楽。うわぁ。どうそれ。一回、だから、なんかあるんだろうな、うん、あるよね、絶対。うん。一回、谷底に落とされるんだろうなっていう。なるほど。うん。なるほど。ちょっと、こういう状態でやってみよう。ねえ、せこいって、それは。ねえ、ねえ、お前は楽して、うん。うん、人に気味悪い気持ち味わわせて、ほら気味悪いじゃん。ねえ、一回これでやってみようか。じゃあお前マジ気持ちは変わってないからっていう状態よ。だとして、だとして、はい、つづ君の悪さが際立ってるよ。あ、そう、ほらそれやってみる。レジもできないよ、お前のせいでねえ、ないんだよ、スペーシングが。ちょ、お前さ、ねえ、お前、それでやるって約束じゃん。やってないじゃん。それ、やる約束だろ。あ、そうか。てかさ、うん。腹減ってきた。だその、異空腹ってことない、今。異空腹。いや、当たり前じゃん。うん。どうだい？近いよ。近い？もう終わる？近い、近い。遅刻ない？結構見て。近いよね。近い、近い。ほら、西尾がもうやってくれてるからさ。なあ。なんか今、オズワルド伊藤が。なんて来た？返信、引用リ、引用リツイート。ああ、ツイッター？ツイッター？うん、なんて？いや、だから、うん、昨日ね、うん、あの、無限大ホールで会ってさ、伊藤に。あったね。そうで、うん、小峰玲と、うん、嫌だけどね、ヘズマリュウみたいに言われてんの。うん、と、誕生日プレゼントくれないやつ。で、伊藤のこと言ったんだよね。それつぶやいた。うん、今なんて帰ってきたの？ね。うん。いや、だから、うん、年末に小峰玲とまとめて渡すって言ってんじゃねえか。あいつまでヘズマリュウみたいに呼んでんの、俺のこと。言ってきてるよ。あいつちょっと M1 でのすわ。うおぉ、いいなぁ。やめんじゃね。それでこそだ、それでこそ。ほんね、それでこそ。やめてくれって。お前、この間テレビでも言ってたよ。テレビ？勝負。あ、テレビ？なぁ、アプリじゃないのあれ。テレビだろ。あ、テレビか。どう考えても楽しかったな、勝負。勝負楽しかったよね。うん、ディレクターさんいい人だったな。いい人だったな。なんか、うん、しかも最終回だったんだよ、うん、俺らの。そう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 。で、ネタ最後ネタ撮りしてね。ネタ撮りしたのが俺らが最後になったんだよ。で、もうすべての最後の収録がカナメさんですみたいな、うん、盛り上げてくれてね、教えていただきました。そう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 、ありがたいね、うん、腹は減ったな。書いてくる、これ腹減った、腹減ったな、うん、腹減ったなって、うんうん、ここに書いておくわ。腹減りすぎてもう分かんなくなっちゃって本体に書いちゃうっていう。もう近いよ。近いよ。アピールでいいね。腹減りながらやりましたってアピールをね。いや、伝わると思うよ。伝わって。うん。せやって言われるもん。うん、いや、言う人もいるでしょう。いるんだ。でも前を向いて生きていくのです。はい。前を向いて生きていくのです。いや、なんか前を向いて生きていくんだですってこれ。いいですね。いやだな。そいつは何棒？こいつは、うん、あの腹減ってる時にこうね、
出てきてくれるから。じゃあ、俺結構頻度高いよ。そうだよね。そいつが出てきてくる。ハラボ？フトボ。え、フトボ？フトボ何？フトリア。聖母、聖母マリア。聖母マコリアの。じゃ、聖母はマコリアじゃねえじゃん。タンポマコリアの、うん、あの、腹減ってるやつを、助けるバージョン。タンポマコリアが、うん、あの、腹減ってるやつを助けるバージョン。フトボ、フトリア。フトボメシ、メシリアにしようかな。もうどれでもいい！うるさいなぁ。フトボメシリア。うるさいだけなんだよ、お前のその、何ぼの話。レイジもだから、何？あの、ヒゲの、その、濃い人を助けてあげないと。俺はできないな、それな。なんでなんで。俺が守れないわ。人のこと。1位だから、あ、その、人の気持ちわかんないってこと？その、何か。いや、人の気持ちというか。じゃあ、俺、ヒゲボ。うん。あ、聖母、聖母の、うん、聖母マリアの、うん、青ボでしょうか。青ボ。うん、青ボ。ヒゲボ、うん。アオリアとかでもいい。あ、いいじゃん。アオリアいいじゃん。ヒゲボ、アオリア。だから、ヒゲ濃いなって悩んでる人がいたら、大丈夫ですよ。見てください、私のをね。ありがとうございます。はい、これで、脱毛行かなくて済みます。ってなる。はぁ。なんだ、レイジ。あの、だって。大丈夫だから。お前にへこまされてんだよ、俺は。大丈夫だからね、書いてる。俺が買うんじゃないんだよ、だってそれ。大丈夫だからレイジーとか書かれてるけど。なんだって思うよ、だから。大丈夫だからレイジー。動画より先に届くわけだから、これは。近い。あと、もうラストじゃない？おい、見てみろって。任せろ。やっぱさ、いいのはさ、うん、ここはなんかさ、うん、銀じゃない。あ、本当だ。あの生地の色と同じ。そうそう、パチパチのところが。確かにそれは大事なのかもしれない、意外と。ね、うん。ねえ、ねえ、歌ってるよ。何の歌？知らない。で、浮かんだんだよ今。あ、オリジナル？オリジナルじゃないんだけど。何て言ったの？オリジナルではないよ。あるよ、この歌は。あるんだ。あるんだけど、浮かんだのよ、それが。オリジナルじゃねえんじゃねえかよ、浮かんだくせに。ムカつくな、こいつ。いい歌だねえでいいだろ。じゃ、オリジナル出たのも。いい？うん、俺も乗っていくから。わかった。なー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 パチなー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 パパチ終わりが見えた。終わりが見えた。その先には飯があるぞ。パパジいいんじゃない？あな、うん、終わりが見えたって書いてきた。終わりが見えた。終わりが見えた。その先には飯が見えた。石があるぞだけど、石したけど。はい、終了ティングやったぜ。何分動画になってんのこれ。1時間動画。もう終わりが見えたよ。なあ。でもさ、こうやって、な、思いをさ、込めて、やれたわけじゃない。一つ一つ。一つ一つ。それが俺らの成長につながるよな。確かにな。な。うん。成長をつなげさせてくれて、ありがとう。ありがとう。また、届いたら、こいつら、可愛がってやってね。マジでみんな、ありがとうね。ありがとう。